ログスのスタッフルーム帰ってきました。帰ってきました。久しぶりです。お久しぶりです。1年ぶりですか？それぐらい経てるかな。久々です。かなりね、はい、この2人でやるのね。懐かしのツーショットとログスのスタッフルームっていう言葉言えて光栄です。誰が待ってたんだろうか。俺が待ってた。誰や急に。ログスのスタッフルーム。あの人じゃないですか。あの子さんの声の人じゃないですか。はい、そんなのどうでもいいですよ。はい、すいません。2020年、はい、もう終わりですよ。ほんまにそうですよね。はい、12月早かったですね。1年、はい、むちゃくちゃ早かったですね。2020年は、はい、例のウイルスですよ。本当にそうですよね。今年1年はもう世界中が悩まされましたね。いやそんな中ですよ、はい、まあ、うちにもね、はい、お店にもたくさんのこんな中お客様ご来店いただいて本当にありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。本当に感謝申し上げます。ありがとうございます。ありがたい話ですね。本当にありがたいです。まあ、例のウイルスの対策させてもらってるんですけど、そんな中やっぱ来ていただけるっていうこのありがたさっていうのはもう本当に身に染みて感じるところでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あまりこう明るいニュースがねなかったじゃないですか。まあ本当にそういう1年でしたね。なんかいいことありました？ありました。僕いや本当嬉しかったのは、はい、うちのまあ長谷川がですね、はい、新築を建てたっていうのが嬉しかったです。本当に嬉しかった。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、はい、おめでとうございます。犬小屋ですけどね。まああとはね、皆さん絶対楽しみにしてた2020、ああ五輪、あ五輪オリンピック、五輪がどうしてもできなかったっていうところ、ね、そうなんですよ。めちゃくちゃ楽しみにしてたのに。ですよね、はい、でその五輪ができなかった、うん、でまた来年どうなるかっていうところでもありますよね。あ、そうです。2021年、はい、延期になったけど、うん、どうなんだろう、お前できんのかっていうね、はい、オリンピックね、五輪ね。あまりこうねパッとした話題がなかったんでね、はい、今年はね、まあ、2021年は気持ちも切り替えて本当にそうです。はい、でさらに2020年、まあ、この中でもご来店いただいたお客様へね感謝の気持ちも込めて、中村からビッグニュースがございます。はい、2021年のねまず一発目のイベントとして、はい、2021年はローグス福袋発売決定。やったー、やりました。はい、2021年の福袋、はい、どんな内容なんですか？まず2種類、はい、大きく分けて2種類。2種類ですよ。アメカジ福袋、アメリカンカジュアルですね。アメリカンカジュアルの福袋とインポートブランドの福袋。インポートブランド、はい、海外ブランドです、ね、海外ブランドです、はい、このまず2種類のね、福袋ご用意してます、はい、でその中でですよ、はい、アメカジのブランドで、はい、細かく言うとですよ、はい、ステュディオダルチザンさんの福袋、おー、あの豚さんのキャラクターで有名の、はい、でそれから、はい、バンソン、あ、バンソン、バイカーのブランドですね。いや、で3つ目、はい、ショットさん、あ、ショットや、ニューヨーク発の、そうです。でもう一つ、はい、アビレックスさん、アビレックス、はい、いいじゃないですか、はい、その4種類ですか？いや、ローグスのオリジナル福袋、あー、はい、ローグスがセレクトした、はい、でこの5種類で、はい、アメカジはですよ、5種類の福袋でお待ちしております。それでですよ、インポートブランドからは3種類の福袋をご用意しています。3種類、はい、で1つはヌーディージーンズ、ヌーディージーンズ、はい、あそこですよね、スウェーデン、スウェーデンですよね、はい、スウェーデンの、デニムブランドですよ。で2つ目、はい、スコッチ&ソール、あ、これも人気じゃないですか。スコッチ&ソーダね。オランダ。オランダです。はい。で、3つ目。はい。フランクリン&マーシャル。これはイタリアですね。イタリアです。はい。で、フランクリン&マーシャルさんは、おそらく今年最後になってしまうと思います。あ、フランクリン&マーシャルさんの福袋は、好きだっていう方はね、好きだーっていう方は。はい。結構、ああいうスタイル、いいですよね、カレッジ系の。そう。ね、好きな方は。好きだーっていう方は、早めにね、見に来ていただきたいなっていう。見ていただきたい。はい。数も限りがありますので、はい、計8種類。福袋で皆様をお待ちしております。皆様に福が訪れるようにね、はい、ほんとそうですよ。何笑ってんだよ。日本語って面白いですよね。福ですもんね、はい、福、弊社の福袋の中には福が入ってると、はい、で、その福というのは洋服の福と幸福の福が入ってると、ああ、はい、そういうことにしましょうね、はい、っていうところでね、2021年ご紹介させてもらう福袋を今から実際にちょっと作っていきましょう。ちょっと見に行きましょうか。ね。行こうぜ。
はい、というわけで福袋ができましたよ。ねえ、ああお疲れ様です。息切れてるやん。できましたね。どこで買えるんですか？ローグス2店舗で、はい、販売させてもらいます。2店舗、はい、はい、1店舗目は、はい、1月1日から販売させてもらうのが、はい、ローグスビバシティ店、あの滋賀県の彦根市っていうねところにある、彦根がいる、彦根がいるところです、はい、1月1日はローグスビバシティ店、はい、はい、今撮影させてもらってるのが、はい、ローグス構成本店になるんですが、はい、ローグス構成本店に関しては、はい、1月の2日から、あ、1月1日はお休み、はい、お休みいただいてます。2日から、はい、福袋販売させていただくっていう形で動きますんで、たくさんの、お客様に、今年お並びいただいたんですが、はい、来年は、はい、ソーシャルディスタンスっていうところも含めてですね、はい、13時から営業になるんですが、12時よりあの整理券の方をあのお配り、あ、配って、はい、いたしまして、はい、あの人数制限させていただいて、はい、そういう形でちょっとあの来年は販売の方させていただこうと思っておりますので、はい、皆様のご協力お願いいたします。お願いいたします。やっぱり密に、ね、はい、ならないように、はい、本当に福袋の中は結構密なんですけど、あ、はい、どうしました？いや、うまいなって思って、はい、噛み締めてたんですか、はい、うまいのうまいこと言ったなって。そんなうまい、まあまあまあ、うまいですよ。でもやっぱり、はい、あのソーシャルディスタンスを保ってみんなで楽しんでいきたいなと、まあ、ちょっと不便もね、あるかもしれないですけど、はい、何卒ご協力、ご協力の方、はい、よろしくお願いいたします。まあ、ということで今年1年皆様本当にありがとうございました。ありがとうございました。また、2021年来年もどうぞ、はい、よろしくお願いいたします。お願いいたします。ローグスのスタッフルームでした。よっしゃ、紹介させてもらう福袋を今から実際にちょっと作っていきましょう。ついてきてカメラマン。じいじゃんいいね。じいじゃんいいでしょ、こういうカットソー。そうですね、これ今年入ると思うから、あの上にもあったから、これは入ります。これは入らない。リアルよ。